よし、あ、読みます。はい。ラジオネーム、うん。おー、すげえな、おい。じゃあ、今、絡んじゃった。喧嘩売りに来たのかな。違うよ。編集点作らない。よし。ラジオネーム、スカイちゃんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、お願いしまーす。お願いしまーす。配給は、仲間との絆はもちろんですが、うん、同時に個人の成長も描かれた作品です。そうですね。そこでお二人は、最近自分成長したなーって思ったことはありますか？それでは、お疲れした。お疲れした。言い残して、さっと、飛ぶ鳥、あと、質問しといて去るのはどうかと思うな。でも去るしかないよ。僕も結構聞いといてスルーすることはありますけど、ちょっとお疲れしたーっつって先帰っちゃうのどうかと思うな。でもさ、これ2個びっくりマークでさ、ちょっと、お疲れした、びっくりびっくりで、ちょっとすがすがしい感じするから許せるよ。早く帰りたかったのかな。違うよ、送ってくれたんだよ。まあありがとうございます。どうすか、成長したなって思ったことですか。もうね、日々日々成長してるんですけれども、一番成長したって言えばウエストかな。それはプラスかマイナスか、ちょっと食べ物が美味しくてね。ああありますね。まあちょっとね、察しましたよ。それはもう食べ物が美味しいとどん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 こう溜まってきちゃってね、良くないですね。村瀬さんは何か成長したところ、成長したなって思うところありますか。村瀬さん、あ、村瀬さん、あゆなんかそれね、別の人になっちゃうからね。どうだろうな、成長したなって思ったところ、はい、あ、身長が伸びた。え、あのね、結構、1ヶ月ごとぐらいに身長測ってんだけど、この前朝測ったら、なんか 0.7 センチ伸びてたんだよね。はぁ、すごくない？すごいけど、家に身長測るやつがあるってことですか？壁あるじゃん。はい、壁にこうやって、定規でこう、バッて刺して、はいはい、で、そこのとこに鉛筆で軽くコンって置いて、それでこうやってメジャーで測ってんの。誤差じゃないですか。え？誤差じゃないですか。違うと思う。定規で測ってるんですよね。え、1やって。あ、1やってから定規で。1やって、違う、メジャーでピーって。あ、なるほど、なるほど。1を定規で刺してから。そうそう、刺して、そこにピッピッってやって。ティッシュ箱とかの方がいいかもしれないですね。あー、そっか、大きいし。直角でこう、壁につく面と自分の頭につく面が広めに取ってあるんで、こう、ずれないっていうね。賢いね。いやいやいや、僕はね、勉強が苦手なバカですからね。勉強の話はね、やめとこう。やめましょう。頭がいい悪いの話はやめましょう。ということで、皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。これからもお便りずっとお待ちしています。お待ちしてます。